キチャンネル。じゃん。こんにちは。宮崎キャンプレート。宮崎キャンプレポートパート2。なんで2回言ったんですか。今はもうあのカットしてもらおうと思って。勢いよく言ったのに。勢いよく言ったけども、ちょっと鼻の調子が悪いから、あのちょっとあの息継ぎが難しかったそうなんです、ね。あの地上で溺れた。そうです。はい。パート2よ今日は。はいパート2。これ長くなるね。はい。だからもうさっさと始めよう。はい。そうしましょう。今日はですね。はい、巨人西武。はい。ね。巨人、これね、日刊スポーツのコラムでも書いたんだけども、はい、ブルペン見に行ったらね、あのピッチングしてるわけよ。そしたらね、あの大城と岸田が受けてたんだけども、はい、コラムにも書いてたんだけどね、俺はもういつも言ってるけど、膝を地面につけたままでピッチング受けてるやつが嫌いなのよ、はい、そもそも、うん、でそれなんでかっていうとね、うん、じゃ巨人だったら9回ね、うん、ビエイラが投げて、はい、ランナー3塁いて、うんね、ワンパンするかどうか分かんない状況の時に最初から膝ついて取ってますかって話になる、うんね、もちろんこう取りに行きながら膝つくのはいいけども、はい、最初からつけるかっていうね。だからブルペンっていうのはやっぱりそのキャッチャーのスキル上一番上手になる可能性がある場所なのよ、はい、そもそもね、うん、でそこでよ一球たりとも無駄にしないでキャッチングブロッキングっていうすることが自分のスキルアップにもつながる中で、うん、まあ100球前後ぐらいしか多分受けてなかったけど、はい、その間に2人合わせて5球以上パスボールもあるし、はい、ワンバンをもう手だけで取りに行って後ろに反らすとかも何回もあるのよ、うんはい、これ何のための練習みたいな、うん、そういうだから俺はね、はいまあ、もちろんもう晩年35過ぎて、うん、もう晩年になって疲れてきたら膝ついてブルペン取った時もあったけどね、はいあの真っ直ぐの時だけ、うん、変化球の時は絶対つけなかったけども、はい、でももうほぼプロ野球人生ブルペンで膝ついて取ったことほぼないのよ、うんはい、それなんでかっていうと、うん、ワンバンのねブロッキングの練習コーチがこうやって手だけで投げて止めたって、はい、うまくなるわけないのよ、はい、絶対来るんだからワンバン、うん、だから形作りとしてはいいけども、はい、それでうまくなることはないのね、うんまあ、ブルペンで、ね、ワンバン来るかノーバン来るか分かんない中で、うん、生きた球をブロッキングするのが一番練習としては身になるのね、うん、その身になるところをそんな適当でいいのっていう、うん、そっかブルペンっていうのはピッチャーの球をただ受けてあげてるんじゃなくて自分の練習ではあるわけですね。そうそうそう。だから俺がやってたのはね、うん、ランナー3塁、うん、絶対止める状況とランナー1、3塁、うん、1、3塁の状況で、うん、ノーバンだったらセカンドスロー盗塁したら、はい、ワンバンだったらブロッキングっていう盗塁するかもしれないような状況の構え方盗塁しない時の構え方って違うのね、はい、キャッチャーとしては、うん、その構え方を全部そのブルペンの中でやらなきゃいけないよ、はい、ピッチャーがねワインドアップで投げるのとセットで投げるのと一緒のように、うん、ランナーがいる状況盗塁がある状況っていうのを加味しながら重心のかけ方、ね、足の位置の置き方っていうのを全部試して体の形自分の形っていうのを作り上げていかなきゃいけない時に、はい、1球たりとも簡単に膝つけて取っていいような状況はないわけ。そっか、はい、で、うん、それをワンパン来ても体で行くことじゃなくて手で行って、うん、ノーパンはパスボールする、はい、え何の練習ですかっていうので俺はコラムに書いたんだけどね、はい、で、うんうん、そこでそのねコメントとかでもよ、うんそんなに分かってたらコーチが言うでしょうって言うんだけど、はい、いや分かってないから言わないんでしょって、もしくは、うん、俺はね、はい、2軍の時も1イニングで2個パーツワイルドピッチしたりとかしたり、うん、俺は下手くそだったから、はい、あの上手くなるために歩んできた道のりだから、要はできる人は何も思わないんだよ最初から、うん、そんなことやったってできるからいいじゃん、えできてるしと思う人は別に苦労しないじゃんね、はい、で俺はできない状況からゴールデングラブ取れるぐらいまでなったから、うん、そういうのもちゃんとやっといた方がいいんじゃないのっていうね、はい、ところで、うん、もっとこの1球は無理の1球だと思って1球1球受けることが大事、うん、それを毎日100球毎日300球、うんまあ、俺らの時ブルペンキャッチャーいなかったから、はい、キャンプは毎日300球から500球くらい受けさせられてたんだけども、うんまあ、あの100球でも200球でもそれを無理の1球として取るのと、うん、適当に取るのとじゃあ、はい、もう進歩の妨げになってるよねその膝つくのっていうのは。あまあそっかそうですね。でしかも言うのこの肘、ね、の使い方がこう楽になるからって確かにそれもあるけども、うん、ね
でも、はい、無理の状況の時に膝ついて取らないわけでしょ、はい、ってなった時にその膝つかなくても肘使いやすいようにする構え方習得した方がいいんじゃないかってそうですね、うん、そっか、まあうん、無理の状況の時にはしないんだからさ、はい、うん、いや初日だからまだまだ長いからちょっと足疲れちゃうから初日ぐらい膝つこうっていう気持ちだったんですかね。いやまあ多分それが普通なんだよ、普通彼らには。はい、ああだから膝ついて取るのが普通、普通だから何とも思わないわけ、はい、でも俺はそれにんって思うわけ。まあでもそうですね、まあ、それでももちろん上達ってしていくのかもしれないですけど、でもこの息は唯一無二だと思ってたら上達率ってこうなっていく可能性は高いで、ね、そうそう、で風間さん今言ったように足しんどいじゃんね、はい、でもそのしんどいことをやることによってトレーニングしなくても下半身強化になるんだよ。あ、そのずっとその姿勢にそうか、はい、いるのとね、うん、であとは自分のベストポジションを探せるっていうのもあるし、うんうん、はい、そういったところはやっぱりその一つ一つの積み重ねだから、うん、特にアマチュアの指導者の皆さんとか、はい、アマチュア選手は特にもうね膝つけてやってるやつなんて絶対上手くならないっていうぐらいの気持ちでやっていくと、はい、まあそのねスキルが身につきやすいなっていうところはあるし、うんうん、まあそういうのをやるのは大事やろっていう。そうですね、うん、そっか、解説者の方とか見る方はやっぱそういうところから見てるんですね。でもそんなところ見てる人いないって言われるんだけど。そうですか。普通ピッチャーとか見るからって言ってブルペン行ってまあでもキャッチャーの方、ね、でもめっちゃ気になるって言ってその、うん、でもそれちゃんとやってたら気にならないけど、うん、でまたポロポロしてたから、はい、でそれがよどんなことも止めてたら、うん、ピッチャーにもそのブルペンで安心感与えるわけや、はい、いやブルペンでも何投げても絶対止めるなってなるとさ、それが試合に影響していくし、はい、ブルペンでも何も全部止めれてたら、うん、試合にも自信持って臨めていけるし、うん、そうですね、でいいものが分かればミスした時に何悪かったかってすぐ理解して修正しやすいし、うん、そういった意味ではもうブルペンなんてもう宝の宝庫なのよ。そっか、ブルペンとかピッチャーのその信頼感をこう築くとか関係性を築くのも重要ですよね、うん、重要なのよ。何投げてもこいつ止めんだみたいな、はい、それがブルペンからボロボロしてたら不安になるじゃん。そうですね。でしかもブルペンでもう一つやらなきゃいけないことは、はい、ピッチャーのミスの許容範囲を知る必要があるんだよ。スライダーでもフォークでも、はい、ミスするときって引っ掛けたミスが多いとか、はい、逆に抜け気味のミスが多いとか、うんうん、高めなのかハードワンパンなのかっていうミスの許容範囲を知ることによって、試合で万が一ミス起きたときにそっち側のミスが多いからそっち側ちょっとカバーするぐらいの重心のかけ方しとこうと、こういうミスが多いからそのもし大きいミスが来たときにここまで対処できるようにこう足の位置変えようとか、うんうんうん、ってするのも大事なのよ。自分のその把握とか、そうそうそう、だからその、うん、普通の失敗だったら止めれるけど、はい、まあ、大きな失敗も必ず来るから、うん、その大きな失敗しやすいのはこういうのがしやすいですよっていうのも、うん、ね、あのこの前の新人のキャッチャーの時にも言ったけども、うん、はい、それを全選手把握するのも大事だから、そうですね、まあ、そうやって見てはそのためにはどういう風な位置取りにする方がいいのかっていうのを探すのもブルペンだと。そう考えたらブルペンって一球も無駄にできないですね。そうそう、でしかも公式戦始まったら、うん、あのそんなブルペンで、はい、何人も長時間受けることなんてないから、うん、それを身につけるのはもうキャンプでしかないんだよ、はい、その時にそれをその20日間ぐらいしかないキャンプでどれだけ自分も仕上げてピッチャーに合わせるかピッチャーに安心感を持たせるかっていうのは大事ですよっていう。だからもうちょっとやった方がいいんじゃないですか、ね、ちゃんとっていうね。そうですね、うん、はい、でも褒めるのも知りたいでしょ。はい、いや そっちが本当に聞きたいんですよ。え、本当はあのこの人が良かったこの人も良かったよってそうプラス情報聞きたいんですよ。それはもうどっかのチャンネル見てどこのチャンネル俺はもうそんな簡単に褒めない。でも俺、はい、褒めるのいた、うん、はい、秋広だね。へえ、そのね、まあまだちょっとね、はい、あのこう結構大きくこう広げるから、はい、トップがちょっと深めなのよ、うん、はい、だからこっからこインパクトゾーンを出してくる、うん、この速さとコンパクト感がどこまで出るかが勝負だと思うのね、はい、試合だと、うん、それが遅くなると詰まるし、はい、こっちインコースさばけなくなるし、うん、それによってポイントを前にしちゃうと変化球打てなくなるから、はい、多分ポイントはこのトップからこのインパクトまで与えるまでにどれだけコンパクトに速く持っていけるかが多分勝負だなってホーム見てたけども、はい、バッティング練習はまあいい感じで振ってるし、はい、何がいいんですかそのバッティング。まあこのコンタクト率も良かったし、はい、飛距離もめっちゃ飛ぶしね。へー、でもバッティングピッチャーだからここまでのこの距離がちゃんと合ってるだけかも分かんないから、はい、生きてる球で見てんだけど、はい、でもう一つがオキティのロングティーしてたのよ、うん、はい、人が投げるわけじゃなくて、うん、置いたままあれでスタンドにポンポコ入ってたのよ。でも何気にオキティで飛ばすのって難しいのよ、はい、何気に、うんうん、下あんまり距離出そうと
下から入れると下のゴムに当たるから、はい、それによって飛ばなくなるんだよ、うん、でちゃんと当てようとしたら上っ面に当たりすぎると飛ばないんだよ、はい、だからちゃんと入射角入れてで力も使えて打たないと、うん、置き切りで遠くに飛ばすってのは逃げに難しいので、これ人から投げてくれる方が反動使えるから簡単なのよ、うん、ゼロから打たなきゃいけないから、はい、それでもポンポンスタンドに入ってたから、いやいい感じでバランスよく振れてるなと思って、ね、うん、これが実践入ってきたらどれぐらいになってくる、なかなかポジションないからね、はい、で今外野の練習もしてるらしいんだけども、うん、まあ、そこでねどういったところで出てくるか分かんないけども、はい、練習見てたらうわちょっと他の選手と違うなって、めっちゃ楽しみです、うん、もう私だって会ってみたい選手ナンバー3ぐらいに入りますからね、ナンバー1じゃないんだまあまあまあそうです、分かんないです、まだ決めてないですけど誰かとかないですけどいや会ってみたいですもん、すごい、うん、そこら辺ちょっとね、うん、早く実践ちょっと見てみたいなっていうぐらいいい練習してた、うん、今年来ますかね一軍で、まあポジションがね、まあ、そっか、そこがまあ問題だけども、うん、まあ、そういいアピールね、はい、してほしいよね。へでも練習の感じはいいのを見た、はい、であと巨人でいうとね、はい、コナミに書いたんだけど、女子野球の選手たちがいるのよ、はい、キャンプ来てて、うん、めっちゃいいキャッチボールしてた、すごい綺麗なフォームで力強くて、はい、うん、いやこれプロの若手でも結構いい見本になるんじゃないのっていうぐらい、うん、そのすごいレベルの高い練習してたから、うん、そういったところもね今西武、阪神、うん、巨人と女子野球チーム持ってるんでね、はい、注目していきたいなと思うのと、ここら辺ちょっと熱いもたすまで長くなるんで、はい、日刊のフォーラムに出てるんで、はい、ぜひ皆さん里崎日刊スポーツで調べてちょっと見てください、はい、で続いて、はい、西武ね、西武行って西武第一印象で、うん、はい、バッティングパッとせんな、もうちょっと全球団なんかそういう情報から入るのやめてくださいよそうなんですか、渡辺、うん、鈴木、うん、グレンティ、うん、バッティングしてた、うん、パッとせんな、佐藤さんなんかインスタのストーリーかなんかに渡辺君上げてませんでした、上げてたよ、バッティング中、バッティングしてるよって上げてただけ、あ、よかったよじゃないんですか、うん、バッティングしてますって上げてただけ、あ、そうなんです、で、はい、打球見てたら思うんだけど、はい、それはもうファンと一緒じゃん、はい、解説者はもっと見なきゃいけないじゃん、うん、はい、ってなった時によ、当たり、うん、ミート率、もうここからネガティブワード入ってくるよ、はい、ミート率は悪い、うん、打球もそんな伸びていかない、はい、打球だけ見てたらはって思うんだけど、うん、ほぼ全員がフルスイング、そのスイング T からね、うんうん、だからまあ今の段階って、はい、昨日のオリックスかなところも挙げたけど、なんか反対方から打ってちょっとキレく打って合わせていこうみたいな、うん、っていうのがやっぱりこうちゃんと当たんないからね、うん、まず合わせていこうみたいなのがこう先に来る選手も多いんだけども、はい、西武はねチームでそういう方針なのか個人でみんながやってるのか分かんないけど、うん、さっき挙げた渡辺もそうだし、はい、あの鈴木翔平もそうだし、うん、ウネンジもみんな、はい、その若手とかもそういう次ネクスト選手たちが全員がフルスイング、じゃあ そうしようってなってるんじゃないですか、今日の練習というか、うん、そういう方針だから、それがめっちゃいいなと思って、うん、あ、よくそれはいいなって思ったんですね、その、うん、今の時期にあれだけ強いスイングできるのは、はい、しっかり仕上げできてる証拠だし、はい、綺麗に打つのはいつでもできるのよ、はい、うん、でもその強いスイングするのってそんな簡単じゃないから、はい、それをみんながちゃんと T の時から T からもう強いスイングしてるから、はい、みんなが強いスイングしてて、うん、まあ、確かにねコンタクト率も悪いし、うん、打球はしょぼいし、はい、そんな言うほど打球伸びてなかったから、うん、打球っていうバッティングの結果だけで見てるとあんまりパッとしないなっていう感じしてたけども、うん、でもその奥底にあるのがあのフルスイングを全員してるっていうところでね、うん、そういううまさはこっから合わせていけばいいだけだから、はい、まずは強さを出すことっていうフルスイングって何気に簡単なようでなかなかできないから、うん、そういった面ではこのね今年ピッチャーがね、隅田君とか佐藤君とか入ったりとか、高橋光成、今井とか松本とかもいたりしながらね、はい、うん、こう投手陣良くなるんちゃうかっていうところもあるけども、うん、やっぱり打つっていうところをね、はい、獅子落とし打線を行かなきゃいけないわけよ、うん、そうなった時にやっぱこのね、いろんなところの選手たちが次出ていかなきゃいけないっていうことを考えると、こうやって強いスイングを全員が心がけていくっていうのはちょっと頼もしいね。そうですね、うん、なんかフルスイングこそなんか強い西武って感じしますよね、うん、そうそうそう、うん、あと上手さはね、はい、その後に習得していけばいいことだから、うん、まずこの、ね、第1クールからみんなが強いスイングしてて、うん、その当てにいかない、はい、もうその打球がファール打とうがしょぼかろうが常に強いスイングして振り切っていくっていうバッティングは
いやこれいいなと思って、なんか若い選手がどんどん出てきた時のセーブすごい楽しみですね。そうそうそう、だからそういったところでは、うん、なんかいい仕上がりというかいい練習してんなと思ってね、はい、あのすごいバッティング見てて、はい、あよかったなと思ってね、うん、ピッチャーはどうですか。ピッチャーピッチャー、はい、セーブの一番の問題は、はい、グラウンドとブルペンが1回と20回ぐらいの差があるのよ、うん、そんな遠いんですか。うん、うん、両方見れない、どっちか見たらどっちか見れないから、もう、はい、あのバッター見ようと思って、はい、でピッチャーはねちょろちょろやってたけど全員がまとまってやってなかったから、もうこっち見たらバッター誰も見れないから、はい、もうバッター見に行こうと思って、うん、でそっちにいた、はい、私はもうネットニュースとかしか見てないですけど、うん、あの森友哉選手が、うん、隅田君とか佐藤君、うん、なんかすごい良かったみたいな言ってた。あそうそうそう、それはあの俺らもそうなのよ、はい、あの主力っていうのは最初の頃目が出来上がってないから、あーそっか、ちょっと仕上げてきたらすごいように見えるのよ。言ってましたね、うん、俺もそのマジックにハマってるから、はい、今はねそれチンジだね。そっか、そうなんだ。そう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 、まあ、目が仕上がってないから、球筋がすごい良かったとか、あとあの良かったって全員答えるからね。俺も経験あるけど、いや全然ドライちゃうけど、へっていう感じでしたって言わないじゃん。言わないですね、うん、まあ良かったっすよって言いますね。そうそうそう、言うね普通に。そっか、すっごい信じてた、うん、はい、そう、こんなに野球界いるのに、はい、その話聞いてたのにそっかそっか、やっぱ墨田君いいんだと思ってましたけど、まあでもねここからまあおいおいしていくんでね、はい、そういうのところ見るけども、あとねやっぱ来た渡辺君じゃん、うん、渡辺君で俺気になったのが、はい、まあ、打球ほぼ引っ張らないんだけど、はい、だいぶこうやって回ってくるのよ、うん、遠く、はい、それじゃここさばけないよと思って。ああ、コンパクトさが、そうそうそう、若干外回りするっていう、はい、だからアウトコースよりは強そうだなっていう、うん、あとちょっと半速球の高めは強そうだなと思って、はい、ここがこれじゃあ詰まるんちゃうかと思って、この辺来たのが、もしくは前出したらファールになるから、もうちょっとおかわり君のうまい感じのこのハンドリングと腰のさばきの回転力をちょっと真似した方がいいんちゃうかって思ったけど、うん、そこはね、でも強いスイングができたから、うん、そういった意味ではまあ頼もしいなと思いながらのセーブ視察でした、はいはい、ということでね、はい、明日から沖縄行ってくるんで、はい、また沖縄レポートお楽しみに、はい。